本年の3月に茨城東部都市票を入れた県の総合計画が作り上げられたわけでございます。しかしこの総合計画を見てみると GDP と近いな、生産性だな、成長性ばっかりだなと思いましたから、先般の議会で私は申し上げました。大事なのは、大事なのは医療であったり介護であったり教育であったり、地元の皆様、県民の本当に裾野の皆様の幸せが大事じゃないんですか。この指標を見直しましょうよ。そして新しい茨城幸福度指標を作り上げましょう。このように申し上げたら、そうだとなりました。まもなく新しい指標の茨城幸福度指標が皆様に発表することができます。幸福の指標は皆様のものでございます。県民の皆様のものです。土浦市民の皆様のものであります。私は皆様を幸せにしたい、幸せになってもらいたい、そのための議員として走り抜いていくつもりでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。土浦の新しいグランドデザインを作ろうと声をかけさせていただきました。町づくり、人づくり、未来づくりの3本の柱でございました。町づくりでは今皆さんがいらっしゃる目の前にあるベブファイトをはじめとして、筑波霞ヶ浦林林道路の活性化、もっと人を呼びたいというそういう政策をずっと実現してまいりました。ベブファイトの誘致もしました。林林スクエア土浦も本当に誘致しました。なんと台湾にまで打って出て、この林林道路は今有名になりました。そして石井高校大臣と力を合わせてナショナルサイクルルートにすることもできたわけでございます。人づくり、これが最も大事です。人生100年において本当に全世代型の社会保障というものを作り上げたい。中でも少子高齢化に対して子育て応援トータルプランを党の本当の中枢と党の皆さんと話し合い、茨城県版を作ってまいりたい、このように思ってございます。未来づくりの中心は霞ヶ浦と決めております。私は霞ヶ浦のほとりの堤防の裾野で生まれました。霞ヶ浦の新しい価値を創造する、これが私の大きなテーマでございます。これからの茨城のために大事なのは、土浦の本当に賑やかでそして魅力ある街づくりでございます。そして一人一人が自分らしく輝く人づくりでございます。住み続けたい土浦の、そして未来づくりでございます。全力で県政発展、何よりも皆様の幸せのために全力で頑張ってまいります。ありがとうございました。この茨城、そして土浦をもっと見直して魅力度をアップしたい。しかしその魅力度を測る物差しが今本当に公平な、誰もが納得できるものなのだろうかという気もいたします。なんか魅力度で、全国の、ね、都道府県の中で最下位をうろうろしている。しかし皆さんは全然卑下していません。なぜならばもうあらゆるところで茨城県のこの生み出すものというのは相当な力があるということを皆さんお分かりだからですよ、ね、例えば健康な食材の代表例でレンコン、このレンコンの生産日本一はどこですか。そうなんです、この土浦じゃありませんか、ね、それからまたあの林林道、これも霞ヶ浦を一周し、また筑波の、ね、鉄道の跡地を利用する、これはフラットで湖畔が見えてその向こうに筑波山を仰げる、そういう雄大な景色を眺めながら、しかもあまり起伏にとらわれないで走れる快適なコースということで有名なんです。こんな全国に、あるいは全世界に起こるべきサイクリングロードを持っているのはこの茨城、この土浦ですよ皆さん。それを作り出したのは誰ですか。八嶋功さんでありませんか。起こるべきものがいっぱいあります。野菜だって果物だって全国で生産なくベスト3に入るものはもう何十とある。さらにまたローズポーク、
ね、豚肉はもうブランドのお肉ですね。常陸牛も大健闘しています。そういう意味でこの茨城県は生み出すものがたくさんあるんですね。そういうことを考えると筑波のこの科学技術のね、メッカでありますこの学園都市を要するそうしたこの進んだ科学技術テクノロジーの面でもそして豊かな大地で生み出すものでもそしてまた人々の知恵と技術を結集して作り出すより便利なものでも茨城県は誇るべき大きな県なのである。どうかその新たな魅力度を八島さんの手でそして知事とも一緒に作っていただいて本物の評価を作り上げようではありませんか。皆さんどうかその先頭に八島勲を立たせていただきたいお願い申し上げます。そして公明党の持ち味この日本の政治の中で大事なところ、これは大衆と共に歩むというその実践があるからできそうでできないんです。この結党以来、地方議員の皆さんと国会議員が連携をしてネットワークを生かして作り上げた政策を数限りなくあります。一昔前ですと教科書の無償配布あるいは児童手当、はじめは地方自治体で実行したこれを国の政策として拡大をしました。最近では教育の無償化、幼児教育、保育の無償化もやりましたね。私立の高校生の実質授業料無償化、これも実現をいたしました。そして医療費の負担軽減も今進めているところ、乳幼児から義務教育、中学生まで無料化がほぼ全国で出来上がりました。これからは高校3年生まで医療費の負担を軽くしよう、無償化を実現しようと取り組んでいます。まだまだできていないところはたくさんあるんですね。例えば政令指定としてできているところは名古屋市しかありません。東京都もようやくできそうな見込みが立ってきました。そして茨城県は全国に先駆けてこの高校生の入院・通院の負担軽減措置を両方実現することができたのです。これも公明党の頑張った実績であります。もう一息で無償化に至りたい、ぜひこれも頑張っていきたいと思います。今国会では補正予算案の審議をいたしております。ここでも今の物価高に対応できるように皆さんの生活のその負担が重くならないように電気代、ガス代の負担を引き下げます。来年9月までこれを実行します。すでにやっているガソリンなど燃料油の負担軽減策と合わせて9月までやりますから、そうすると標準のご家庭で、1個あたりだいたい4万5000円ぐらいの負担軽減になります。光熱費がそれだけ負担が抑えられれば生活が助かると思います。ぜひこれを実現をしてまいります。また子育て支援策、これがこれからの日本の活力の鍵になります。高齢化も大事です、高齢化対策も大事ですけれども、やはり子育て支援のところがしっかりしないとダメですね。で、若い皆さんにアンケートをしますと、子育てしたいけれどもどこに一番不安を感じますかというと、やっぱりお金がかかりすぎるのは不安だという声なんです。だから教育の無償化も進めてきましたけれども、医療費の無償化とともに今一番ちょっと手薄なところが、妊娠してから0歳2歳のところがちょっとね、手が足りないですね。ですから今度の補正予算の中にも盛り込みました。妊娠したらお届けを出すと母子手帳もらえますね。その時にもう早速お母さんは出産の準備のためにマタニティ用品を買わなければなりません。生まれてからもそれ用のものが必要になります。生まれた赤ちゃんにはミルク代、おむつ代、そしてたまには子供さんを預けてリフレッシュしたい、自分の用事を足したいということもあるでしょう。また家事のね、やっぱり波がありますから、ちょっとね、いろんなものが溜まっちゃった、一気に片付けられない、誰が手伝ってほしいな、その時のサービスを受ける、こういう必要も出てきます。そんなことを丸ごと一括してまず相談をする、そしていろいろな支援策を届けてもらう、その負担を軽減することと合わせて一つの事業としてこの土浦市でも
を実現したい、その先駆けとして補正予算にこれを入れ込みました。一人の出産、お子さんの出産で10万円相当の支援をします。出産、妊娠した時に5万円相当、出産した時に5万円相当、そして土浦市は土浦市のいろいろな工夫をしていただいて、この生まれ妊娠した時から生まれて0歳2歳のところまで、支援策を独自に工夫していただきたい。その支援策の元になる予算を国で充実をさせていきたいと思います。今年のその50万円相当のやつは補正予算で4月1日に生まれたお子さんまで遡ってこれを支援をお届けするようにします。そして来年度の予算にもこれを入れます。そこから先は来年の骨太方針、子育て支援策は今のかかっている費用を倍増しましょうと岸田総理のお話が国会の、ね、答弁などで 出ましたから、どう倍増してどこを充実させるか、これを中身をしっかりやりたい。それを茨城県の八島さん、そして土浦市の市会議員の皆さんと力を合わせて地域のために頑張っていきたいと思います。子育てがしっかりしないと国の将来、国の安全保障も全うできません。ここが一番隠れたしっかりした安全保障の源だとこう言われています。どうかその意味でもこれからの茨城県を魅力のあふれるそういう地域にするために八島勲さんのこの実行力、実現力、ぜひとも生かさせていただきたい。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。